怪人への弾丸？そうか、あのディープアースト。そう、インスマウスでの実験はこの計画のためにあった。すなわち神の召喚、神の具現化、魔導者の力を持って魔術的物質で構成された器をより代に神を降臨させる気。気づいたか。無論今度はダゴンのような小物ではないぞ。 C 計画、大いなる C、 クトゥル、大いなるクトゥル、今宵神は減臨する。クトゥルだと？そんなものを召喚してみろ。マンチラとてただでは済むまい。神を、異形を、古き支配者を降臨させ制御し屈服させ刺激する。我らをなんと心得る。我らはブラックロッチ愛徳者どもの軍勢ぞ。世をなんと心得る。世はマスターテリオン、聖書に牙むく大いなる獣ぞ。今こそ我らは世界の王となる。倫理を燃やす豪華となる。ひとごときが図に乗り寄って大うつけが、そのうぬぼれは自らを滅ぼす。この地球のあまねく全てが地獄と化すぞ。それもまた一挙。なんち、死して横たわりながら夢見る者よ。なんちのしもべは呼びかけるのを聞きたい。ああ、競争なるクトゥルーよ、我が声を聞きたまえ。夢の主よ、我が声を聞きたまえ。ウヌイエの雲に汝は封じ込められし、ダゴンが汝の呪わしい戒めを破り、汝の王国が再び浮上するである。深き者どもは汝の秘密の見直しに、ヒュドラは汝の埋葬場を知れり。我、汝に運を与えた。汝もいずれ地上に現れることを知りたいわ。死が死するとき、何時の時は訪れ、何時はもはや眠ることなし。我に波浪を沈める力を与えたまえ。何時の呼び声を聞きたいがた。
館にて死せるクトゥルを夢見る前に待ち至り、されどクトゥルをよみがえり、その王国が地球を支配せ。神様、目覚める。
れども、博士。うげえ、ああ、ニルゴ、こんな時にどうしたロゴ、博士。大丈夫だよ。ただ邪気にやられただけでや。だが、こんなものが、こんなおぞましいものが C 計画の正体なのであるか。どうだ、マスターオブネクロノミク、素晴らしいだろ。おぞけが来るほど美しいだろ。あの瞳が開かれた時、三千大千世界は余すことなく魔界と化すのだよ。そう、それは私どもの悲願なのですよ、グランドマスター。S 級緊急事態発生。S 級緊急事態発生。警戒態勢最高レベル移行。繰り返す。これがクトゥル。なんてこった。窓を構造が予見し、警告したのはこのことだったのか。これは重大な責任問題だぞ。どうしてくれるのだね。たかが一階のギャングとブラックロッチを侮っていたのは一体どこの誰だったかね。何を言うか。貴様こそミスカトニックの魔術師どもを頭のイカれたオカルトマニアと腹で笑っていたではないか。だから私は波動財閥の提示した防衛計画を議会に取り上げるべきだったと。人の押し付け合いをしているような悠長な事態ではありません。あの化け物はキングコングとは訳が違うのですぞ。これはまさに国家存亡の危機、いな、地球存亡の危機なのです。国防総省長官、ならば君はどうするというのだね。大統領、なんだね。大統領、私はクトゥルーに対する核兵器の使用を進言します。おお、バカだ。核兵器を、しかもよりにもよって地獄内で使用するだと。血迷ったのか君。ならば問う。一体他にどんな方法があるというのですか。あのグランドマスターが聖書の獣ならば、彼の邪神はまさにサタン。まさか神の援軍を待てとでも。しかし核を使用すればアーカムシティは、大統領、合衆国史上最大の汚点として名を残す屈辱、感謝してくださいませ。
よかろう。アーカムシティ上空の敵目標に対する核兵器の使用を許可する。なんだいきなり。アンズルな大十字クロウ、人間の兵器ごときでどうにかなる神でもない。少々目障りであることは確かだ。瞬間転移を使いこなすか。マジね。何をするつもりなんだ。人には早すぎるヘルメスの炎だ。プロメテウスは鎖につながれ、鳥に臓腑をついばまれる罰を受け、されども人は彼を顧みず、炎をもって世界を焼き、我が物顔で地上にのさばれ、神も人も喜劇だな。いや、待て。エセルドレ、マスター、なぜでしょう。武水に対して武水で返すは武水の極みぞ。せめてこちらは吐息に決めたいのか。下がれ、エセルドレーダー。
核ミサイル消滅しました。バカな。これはどういうことだね君。ミサイルが消えるなんて、そんな馬鹿げたことが。Thank you.
十字さん、クロアさん、クロッチ、マスター・テリオン、クトゥルー！ご満悦かね、大道士。そろそろ終幕は近いね。楽しい、楽しい。幾千幾万回目の終幕、始まりのための終幕、なればこそ盛大に飾るもの。さあさあさあ、どうしているのかな、フロー君。君の準備はまだかな、フロー君。こんなにも大道士殿は君を待ち望んでいる。僕は君を待ち焦がれているのに。ああ、さあさあ、見せておくれよ、惨劇を。マスター・テリオンが邪悪と神を解き放つ鍵とで喜劇を綴るものならば、君は正義と神を殺す刃とで悲劇を紡ぐもの。君たちは表裏一体。この地球競争曲を奏でる二つの音色。さあ、さあさあ、いざいざいざ、今こそ道化芝居の閉幕を、道化芝居の開幕を。